1972年の近鉄バファローズでは、1972年の近鉄バファローズの動向をまとめる。この年の近鉄バファローズは、岩本隆監督の2年目のシーズンである。2年連続の3位に終わったチームは、西鉄 OB の豊田康光を1軍打撃コーチに、一昨年で引退した阿南純道を1軍守備総類コーチに招へして、コーチ陣を一新し、 また、佐々木京介、羽田光一、梨田正隆オフのドラフトで獲得するなど、戦力面の若返りを図った。チームは、不動のエース、鈴木啓二をはじめ、佐々木光一郎や清俊敏彦の、投手陣の活躍に加え、土井正宏、長淵洋蔵、小川徹など打線が打ちまくり、4月を主位で終了するが5月以降は、前年同様阪急が主位を奪還すると、 南海や東映などと2位争いがしばらく続いた。チームは9月以降南海、東映との A クラス争いに勝ち、優勝の半球に大差をつけられながらも貯金4の2位で、シーズンを終えた。投手陣は、連続20勝の途切れた鈴木が180、脱三振で、最多脱三振を、清が、 最多勝ちこそ逃したもののチームトップの19勝を上げる活躍で最優秀防御率をそれぞれ獲得。それ以外にも、佐々木博士が10勝ながらもリーグ最多の5関空、神戸敏夫が自己最多の13勝で防御率2位に食い込むなど、先発4本柱の活躍で優勝の半球をチーム防御率で上回った。打撃陣でもこの年遺跡の一支周平が、 安井智則とに勇敢を組み、3年ぶりの2位に大きく貢献した。ありがとうございます。